はい、こんにちは。国語読解、鷲田清和、誰かの代わりに。自分にしかないものは何なんだろう。自分には他の人にないどんな能力や才能があるだろう。こんなふうに考えたことはありませんか。自分とは何かという問いは、哲学者や思想家などによって昔から繰り返されてきました。しかし、今はこの自分とは何かを哲学者や思想家だけではなく、10代の若者から中高年まで世代を超えて誰もが問わずにいられない時代であると思います。その理由として、今の社会がこれまでの時代に比べ、個人により大きな自由が保障される社会であるからだということができるでしょう。自分の意思で自分の人生を選び取っていくことを理想とする社会、何にでもなれる可能性のある社会、昔の封建制の下でのように個人の自由が厳しく制限されていた社会よりもずっと居心地の良い社会だと言えそうです。しかし、ここには自由があるからこそのしんどさがついてまいります。何にでもなれる社会。これを裏返して言えば、その人の存在価値は、その人が人生において何を成し遂げたか、どんな価値を生み出したかで測られるようになるということでもあります。何をしてきたか、何ができるかで人の価値を測る社会。そこでは、人は絶えず、あなたには何ができますか？あなたにしかできないことは何ですか？と他から問われ、同時に私には他の人にはないどんな能力や才能があるのだろうと自分自身にも問わなければならないことになります。あなたの代わりはいくらでもいる。ここにいるのは別にあなたでなくていい。と言われることがないように、自分が代わりのきかない存在であることを自分で証明しなければならないのです。こうした状況は、先ほどの自分とは何かという問いを、こんな私でもここにいていいのだろうかという、なんとも切ない問いへと変えてしまうことがあります。そのような問いに直面したとき、私たちはその苦しい思いから、今のこの私をこのまま認めてほしいという、いわば無条件の肯定を求めるようになります。何かができなくてもこのままの自分を肯定してほしいと、痛いほど願うのです。自分の存在が誰からも必要とされていないこと、お前はいてもいなくても同じだと言われることほど、惨めなこと、怖いことはありません。だから、できる、できないの条件を一切つけないで自分の存在を認めてくれる人、あなたはあなたのままでいいと言ってくれる人を求めるのは自然の成り行きです。でも、これはちょっと危ういことでもあります。あなたはあなたのままでいいと言ってくれる他者がいつも横にいてくれないと不安になるというように、自分の存在の意味や理由を常に他人に与えてほしいと願う、そんな受け身の存在になってしまうからです。いつも他者に関心を持っていてほしい、その人が見ていてくれないと何もできない、そんな依存症に陥ってしまうことがあるからです。このように受け身な存在でいては人生で見舞われる様々な苦労や困難、社会で直面する様々な問題は何も解決することができないでしょう。私たちにはそれらを引き受ける強さというものが必要なのです。ここで言う強さのことは、今の社会でよく自立と呼ばれます。誤解してはならないのは、自立は独立のことではないということです。独立は英語でインディペンデンスと言います。依存を意味するディペンデンスに否定を意味するインがついた語で、誰かに依存している状態ではないということです。でも、私たちは誰も一人では生きられません。食材を準備してくれる人、看病をしてくれる人、手紙を届けてくれる人、電車を運転したり修理したりしてくれる人、社会の中では数えきれない人たちが、互いの暮らしと行動を支え合って生きています。
お金があれば一人でも生きていけるじゃないかという人もいるかもしれませんが、お金があってもそれが使えるシステムがなければ、さらにそのシステムを支えてくれる人がいなければ、何の役にも立ちません。自立は依存を否定するインディペンデンス、独立ではなく、むしろ依存に相互にという意味のインターをつけたインターディペンデンス、支え合いとして捉える必要があります。いざ病気や事故や災害などによって独力では生きていけなくなった時に、他人との支え合いのネットワークをいつでも使える用意ができているということ、それが自立の本当の意味なのです。困難を一人で抱え込まないでいられることと言い換えることもできるでしょう。言うまでもありませんが、支え合いのネットワークであるからには、自分もまた時と事情に応じてというか、気持ちの上ではいつも支える側に回る用意がないといけません。つまり誰かの代わりにという意識です。これがおそらく責任を負うということの本来の意味でしょう。責任は英語でリスポンシビリティと言います。答えるという意味のリスポンドと能力という意味のアビリティからなる語で、助けてという他人の訴えや呼びかけにきちんと答える用意があるという意味です。日本語で責任というと、課せられるもの、押し付けられるものという受け身のイメージがつきまといますが、責任というのは最後まで一人で負わねばならないものではありませんし、何か失敗した時にばかり問われるものでもありません。責任とはむしろ訴えや呼びかけに応じ合うという共同の感覚であるはずのものなのです。君ができなかったら誰かが代わりにやってくれるよと言ってもらえるという安心感がそこにあるような社会の基本となるべき感覚です。人には、そして人の集まりにはいろいろな苦労や困難があります。それらを避けたい、免除されたいという思いが働くのも無理はありません。けれども免除されるということは、誰か他の人に、あるいは社会のある仕組みに、それとの格闘をお任せするということであって、そのことが人を受け身で無力な存在にしてしまいます。これに対して私は、人生には超えてはならない、克服してはならない苦労がある、書いた一人の神学者の言葉を思い出します。苦労を苦労と思わなくなるのではありません。苦労を苦労としてそのまま引き受けることの中にこそ、人として生きることの意味が埋もれていると考えるのです。苦労はしばしば一人で背負い切れるほど小さなものではありません。人と支え合うこと、人と応じ合うことがどうしても必要になります。冒頭に挙げた自分とは何かという自分が存在することの意味への問いについても、自分の中ばかりを見ていてはその答えを探し出すことはできません。その答えは他の人たちとの関わりの中でこそ具体的に浮かび上がってくるものだからです。他の人たちと関わり合い、弱さを補い合うからこそ人は倒れずにいられます。そして自分が存在することの意味を感じながら生きることができます。誰かの代わりにという思いが、余力のある時にというのではなく、常に求められるものであることの理由は、ここにあります。最後に、私が10代の頃から愛読してきたパスカルという思想家の著書、パンセの中の言葉を紹介しましょう。人間の弱さは、それを知っている人たちよりは、それを知らない人たちにおいて、ずっとよく現れている。今の社会を生きる私たちにとって、繰り返し味わうべき言葉だと思います。鷲田清和、誰かの代わりに。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。